あとね東京 FM のね、うん、山崎怜奈さんの誰かに話したかったことにもゲストで行ってきたんですけどねど<う>でもほらもう今もう20分経ってしょ1時から始めてゲストで出る時間がね20分だったんだけど、うん、ゲストの20分ってあっという間だね。うんうん ああ、なるほどね。でもね、これ、その、もう今や、AM と FM の差っていうのは、どう、どうなの ?FM でもやってるしね。あの、オールナイトってさ。オールナイトっていうか日本放送って。聞けるからね、今。聞けるからさ。あれなんだけど。やっぱあんのかなやっぱ FM がちょっとこう、おシャな感じするとかいうイメージって今も。どうなんだろうね。まあ、私なんかあるけどね、やっぱね。なんかね。うん。なんか、そうだね。 でもね、うん、やっぱねおしゃれだなって思ったのがね、うん、岡田とね、うん、東京 FM 入ったのよ、うん、で受付でねあのー、受付でねあの山崎怜奈さんのラジオのゲストですなんつってね、うん、KB の方とねうん、うん、やり取りしてるときにね、うん、これ FM ってこういうことなのかなって思ったことがあって<う>なんかこうファッションセンスの こう私服のこうおしゃれな若い男性二人が来て、うん、警備員さんに真横で、すみません、あのー、あそこの玄関の横に、うん、あのー、 スケボー置いといていいですかって聞いてて。うわあおしゃれだなで、KB の人が何時くらいまでやつってて、あと2時間くらいしてたら、うん、あ、大丈夫ですよって言って、入ってったのよ、FM の中に。ちょっとビビったね、日本放送じゃ考えられないでしょ。考えられない。ボタ持ちがさ、うん、ちょっとあの、あそこの駐車場の横にスケボー置いといていいすかって,って絶対ないだろ。ないない。仮にあったとしてもそんなスムーズにいかないだろうしね。 スケボースケボーでかスケボーはわかるだろうスケボー日本放送のー備員さんあ、いいっすよってならないで多分だからその普段も置いてんだろうねスケボーで来たんだっていうのがあるよねまず FM 東京あそこのな発想ないもんねないでしょ AM の日本放送の人はスケボーで有楽町行こうっていう発想がないでしょ 誰もやらないかな。いや、仮にやったとしたら、うん。めちゃくちゃいじられるだろうし。あいつ好きもう、一日でも車内中に回るんででもわかんない。落合がこう、プッシュしながら、有楽町からシャーって来てるかもしれないから、シャーって。あ、でもホテルの前のあの、凸凹の道で、ギャタギャタギャタギタギタギタって言いながら。で終わったのそこ通る ないだろうね。あ、ない、ないから。ないよあ、ないがな。あ、東京 FM だからよ。あ、そうか。ああ、それはそれは。そりゃ、オシャレだわ。東京 FM じゃないとありえない。ないや日本はさ、ありえないよ。で、ゲストで出させていただいてるけど、山崎玲奈さん、やっぱり、こういう、なんか距離で喋る、なんかね、いつもゲスト来たらっていうイメージだけど、マジでね、どのぐらい離れたかってね。あ、遠かったのあのね、これマジでよ。 俺と、里光の距離よりはもっと遠かった。嘘よそれは嘘よそれはちょっと森だよね森だよ俺も、あの、そんな、だって、今と若林さんの里光だってどれぐらい ?5 メーター五5メーターぐらいあるいや、6、7メーターあるちょっとあるか。あの、それよりもってこと俺もびっくりした。だよあの、こちらですって言われた時に、ここで待って、ゲストで、 え、次からゲストコーナーですとき、横に行くのかなと思ったら、そこで始まったから。いや、これ、カスだから、カス絶対死んじゃう。ちょっと、写真見て。ちょっとね。そんな、まあでも、できないことはないだろうけどね。これね、わかるかなこれわかるかなこれわかるえこれね、これが山崎玲奈さんね。はいはいはい。で、俺、これだから。ちっちゃこことここの距離だから。ああ、遠いんあ確かに。そう。 ブー、一つの部屋ではあるわけだ。それを、なんか、別部屋でなんか、えあの、旅館の宴会場みたいにパーテーションみたいなの一個取って遠くなんじゃないかな、あれ、多分。同じ空間ではあるってことね。まあ、俺と里光ぐらいの距離よりちょい遠いぐらいよ。ああ、だリモートってわけじゃないだから、そう、ちょっとこう、なんか表情とか、あはいはい。なんか、ちょっとこう、目の動きとかは、ちょっとつ、つかめない感じ。 <laughs> いや、そう、なんか、中継先みたいな感じな、ね。で、体、そう、本当本当本当そうで,、ねうん、で。なんかね。で、なんか、対策もあんのかなご時世の、多分ね。まあまあ、そこでしょうね。でも、いや、ここ、いこれ、なんか、<ー>で、それ、それをさ、一回拾うだけで5分ぐらい時間かかっちゃうじゃん。うんはい、はいはいはい。でも、そ、そういう感じでもなく、なくさ、うん、なんか思い出したね。うん、なんか、授業中うるさくしてさ、お前、机と椅子持って、後ろ行って、端で授業受けろって言われたりすることあるじゃん、うん、学生とか それ思い出したね。持 <laughs> ってさ、わざわざず,ずっと後ろまで行って一番早く後ろに座らされて授業受けらんじゃん。うん、なんか聞こえづらいしね。<laughs> 先生の声も。<laughs> 探んなきゃ、ね、それを思い出、あっという間だったね。20<ー>分ってね。あ、そう。そうそうそう。<ー>でもさ、うん、あれさ、あのー、慣れてない話を聞く仕事の方がもう、うん、もう聞く仕事の方が多いっていうか、 うん、枠林どうって聞かれる仕事がもうほとんどない、くなってきてるからさ。<ー>いざ自分に矢印を向くと、ちょっと、慣れない感じしたかな。うん、新鮮だったって感じなるへそ。うん。はいはいはい。俺の話を聞きたい人がいるんだって、今度星野さんのとこにも行くけど。うん、<ょ>まあそうだよ、ゲストで行く。行く、なんか聞きそうになっちゃうね。 気抜いたら。うん。っていうのがなんか新鮮な東京 FM を味合わせていただきましたね。でも楽しかったです、やっぱり。あの、普段聞いてるラジオだから。そう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 出させていただきましたけどもね。いや、そんなこともあって。で、ちょっとね、これすごいっすよ。えー、まあ、いろんなゲスト決まってますね、各曜日ね。 コが鈴木さんいいねね、うん